4月25号，应日本排协的邀请，中国女排与男排先后飞抵东京备战测试赛。比赛在东京江东区新建成的有名体育馆举行，这也是有名体育馆作为奥运场馆建成之后首次举行的国际赛事，同时也是中日双方球队近两年来受疫情影响首次参加的高水平国际赛事。所以不只是运动员，日本排球界、体育界还有日本媒体都很重视这场比赛。赛事主办方为中国队采取了严密的防疫措施，全程闭环管理，中国队与外人没有接触。29号，中日女排举行了一场闭门内部的交流赛，郎平率领的中国女排以5-0战胜日本女排，这是自新冠疫情爆发以来中国女排参加的首场比赛。因疫情的防控，双方只在3局比赛结束之后交换了一次场地，在工作人员对所有用品进行了消毒处理之后再继续进行的比赛。媒体入场时接受体温检测是必须的，而且主办方还要求我们提交2周以内的体温记录表，如果没有这张表格，即使事先有登录过也是没有资格入场的。但是媒体人平时四处活动，无症状感染者其实也是很有可能的，光靠体温记录并不是很靠谱。记者会上和运动员也算是近距离接触，其实对媒体可能也应该实施定期病毒检测的措施。今天的比赛没有现场观众，主办方也没有给媒体准备工作间，所以我们都是坐在观众席上工作，大家都很遵守规则，基本没有人说话，避免了被传染的可能性。总体上看，现场无观众的话，从防疫的角度，对安检和医疗的压力会小一些。只要各国运动员之间在比赛过程中能做到零传染的话，安全安心的奥运会是可以实现的。上海テレビ東京支局の記者です。お伺いしたいのは、コロナの中に中国の代表チームが日本に来られるかどうか、その時、まあ、事前に、期待されているんでしょうか、そして心配されたかどうかお願いします。本当に厳しい、状況の中、最後まで、まあ、来日していただくまで本当に不安な気持ちでいっぱいでしたし、この、まあ、東京チャレンジの大会が本当に開催されるのかっていうことも最後までやっぱり不安でした。はい、ただ、まあ、先ほど試合終わった後にロヘ監督とちょっとお話をしまして、これから中国のチームは2週間の隔離に入るということを聞いて、本当にそこまでの、まあ、思いといいますか、そして来てくださったことにすごく感謝をしています。はい、中国はやっぱり間違いなく今世界で本当にトップのチームだと思うし、まあ、そういう相手にやっぱり2019のワールドカップでの負け方というか、自分たちのこう本当に無力、非力、力のなさっていうのをすごく痛感したゲームから、今日のゲームでは、まあ、競る展開まで持っていけたっていうところは、自分たちがこう良くなってる部分も絶対あると思うし、しっかりそこをこう課題と収穫っていうことをしっかり自分たちで整理して、このまた次の大会に向けてつなげて頑張っていきたいと思っています。中国の相手、選手相手にしてるのでは、やっぱりブロックが抜けてもボールが落ちないですし、すごくこう手が最後伸びてきたりっていうところで、こう粘り強さとそういうものはすごく感じました。私自身は、まあ、ブロックのことになるんですけど、こう中国のブロックを今までこう男性コーチに相手してもらってた時と、やっぱり中国を実際相手にしてこう空中で感じるブロックっていうののスピード感であったりとか、やっぱちょっとしたその手の出方というか、そういうのはやっぱり違う部分もあったので、そこはしっかりこうイメージを残すことはできたので、なかなかオリンピックが開催されるっていうふうに言われてますけど、なかなかここ見えづらい中で、やっぱり合宿強化を継続していかなければいけないっていうところで、自分たちが本当にその毎日練習していることがどこまで進んでいるのか、あるいは課題は何なのかっていうところを考えたときに、やはりその世界ランキング1位の
中国とやることで自分たちの立ち位置っていうんですかね、課題ややっぱり通用すること通用しないことがより明確になったというふうに思います。なのでまた明日からの合宿でも、さらに、課題を抽出して徹底的に落とし込んでいこうというふうに思ってます。这次来日本我们没有感觉到有什么疫情的变化，因为日本方面安排的非常好，基本上是跟外界隔离的，也给我们做了很好的安排和保护，我们很安心在这儿。另外一个，如果在全球疫情的情况下，其实每个国家都在努力的控制疫情，如果说东京奥运会可以如期举行的话，我觉得将是一个非常有意义非常伟大的一个奥运会，它能够在这么疫情严重的情况下，让所有的运动员和教练都可以参加比赛，我觉得应该是非常了不起的。首先我觉得这个日本这个有名的比赛馆做得非常好而且能够做我听说能够做15,000名的观众，如果是奥运会的赛场上能有这么多的观众进场的话，我觉得真是无与伦比，运动员应该会感受到这种热烈的气氛和观众的互动，我觉得是一个特别激动人心的一个场面。但如果是说疫情不能够呈现的话，我们作为运动员也会尽全力在场上互相鼓励给全世界的电视观众呈现最精彩的比赛。我觉得首先呢，我们已经有500多天没有出门了，我们也非常渴望出来跟国外的球队交手，特别是我们能够来到日本，首先我们能够看到这么漂亮的体育馆，能有机会在这里训练，我觉得对我们是很大的帮助。第二点，我们也是向日本女排学习，学习日本女排的顽强的防守还有他们这个快速的进攻，我觉得这个一定是非常有好处的。比赛在东京都江东区新建成的有名体育馆举行，这也是有名体育馆作为奥运场馆建成之后首次举行的国际赛事。没想到比赛现场还发生线路着火的小事故，主办方在众人没有注意到的时候及时用矿泉水浇灭，比赛没有受到影响。比赛现场没有观众，媒体使用观众席保持间距，场上运动员的休息座位也保持了一把椅子的距离。中国女排在酒店有专用的电梯和专属楼层，在主办方的安排下做到闭环训练，与外界也没有多余的接触。赛后的记者会上，中国男排和女排都对日本的防疫工作很放心，对场馆的灯光也表示满意。日本女排教练非常感谢中国女排在回国后还要接受3周隔离的前提下还能来日本比赛。2号中国男排还有一场比赛，女排将返回北京。东方卫视看看新闻记者宋看看日本东京报道。